現代文を教えています野中と申します。現代文のほとんどは評論文なんですが、評論文で使われている日本語というのはあなたたちが日常会話の中で使っている日本語とはちょっと質の違う言葉が多いですね。 TSK の現代文ではそういった言葉の評論文でよく使われる言葉の習得、それから記述問題でしっかりと自信を持って記述回答文を作れるスキル、こういったものを養成することに大きな力点を置いています。それだけでなく、難関私立大学に出される非常に選択するのを迷ってしまうような難しい選択肢、こういったものも自信を持って切り取れるような、そういった目を養う、これらを全てを重点的に密度濃い授業で行っています。あなたも TSK で現代文の力をゲットしてください。具体例って絶対本命情報ではないよね。多分筆者が言いたいことそのものっていうわけじゃないんじゃない、説明の道具だよ。だったらね、課題文読んでてあれここ具体例かなって思うとこ今後行き当たったらこう考えた方がいいよ。じゃあこれを使ってこの人は本当は何を言いたがってんだろうってこと、つまりまあ本命情報って言ったらいいのかな、それどっかにズバリと書かれてんじゃないのってことです。でこの具体例を使って本当は何言いたいのっていうそこの本命の本音だよね、筆者のそこのそういう内容がどっかに書かれてるとしたら、まず疑わなきゃいけないのは、右、それから左。ちょっと今日時間ないからさ、抽象と具体って対義語だってのは知ってる、うん、意味はちょっと今日も時間ないんで触れないけれども、この抽象の部分が本命情報とまずはメモしたくなきゃ、理屈は同じになってませんか。まあこれが条件だけどもね、順番から言ったら国語だから右から左に文は進むわね、こんなような順番で、こういう作業をね、抽象的なお話、つまり一般的な法則めいたお話だな、理屈を具体的つまり個別的な例えば芸術という一つのジャンルに限定したお話に置き換えてるんですよ。こういうのをね演繹っていうの、こういう作業を。具体例が出てきたらね、その筆者この演繹してる可能性かなり高いですね。で演繹と抽象から具体例、これが演繹って呼ばれてる作業ね、論理学の世界でね。これとね正反対の手順もあって、つまり具体例を今度抽象化しちゃうっていうやり方もあるの、これ機能っていうんだよ。覚えておいて、具体例が本当にそれ具体例だったら筆者ねこの演繹か機能のどっちかやってるはずだよ。なぜかっつったら最初に言ったように本当にこれ具体例だったら多分具体例は本当に言いたいことそのものじゃないから、説明の道具、まあ一種の脇役だよね。脇役だけで成り立つ芝居ってないんだよ、やっぱり主役がいないと。主役は こっちだよ、抽象の部分だよ、そう考えておいた方がいいね。でもう一回言うよ、これが成り立ってないといけないんですよ。理屈は同じ理屈になってないといけない。だそうするとさ、演繹と機能やってればこういうことになる。同じ理屈を1回2回3回繰り返すとやっぱりすごい強調だよ。その場合この ABC は主張なの。ただ具体 B の具体例は本命情報じゃないだろうから、この場合は両端の A と C が主張なので、しかも A イコール B イコール C っていう図式なんで、この場合は A と C はね表現は違っても全く同じこと言ってるってことです。じゃあ演繹と機能って具体例を使うときには演繹と機能の両方やらなきゃいけないんですか。そんなルールはないの。だから演繹だけで終わりにしたって全然構わないの。その場合は2回繰り返したってことだ。でも2回でももう立派な主張で、こいつ主張の本命情報でしょうね。じゃあ演繹はやらないで機能だけやって終わりにしてもいいんですか。全然構わないんです。だったらその時は
具体例イコール肥大の中線2回繰り返してるから、これも当然もう立派な主張になるでしょう。ただ具体例は本命情報ではないと一応考えておいた方がいいから、その時はこっちがあったら見つけられたら、これが本当に言いたいことなんじゃないのってやっぱり考えるべきじゃないっていうことなんで、そうするとさ、今例えばで芸術の話が始まったでしょ。で例えばっていうのはね、あ、そう、佐藤さん覚えてる、例えばでね、はい、今から演劇しますよっていう宣言です。だから例えばって言ったらもう必然的にすぐこっち右側に本命情報が書かれたはずだ。どこ取れる今、うん、そこ取っていいんじゃない。だったら次も取っていいと思うよ。なぜかってさ、だからってつながってんじゃん。あ、そうか、あなたに教えてないから、純接の接続語、因果関係つながるんです、連結式です。だったらだからの前後で一つの論理だよ。言い方があればさっきも書いたニアリコールってやつ、繰り返しに近いよ。はい、本命情報右の抽象を読みますね。過ぎたもののみが美しく思われるのは、過去が与えられた世界からすでに距離を持っているからだ。だから子供は、子供が時に感じる感覚という域をおそらくは、ことは失礼。だからことは、子供が時に感じる感覚という域をおそらくは超えている。ここで一つの論理です。これ右の抽象の褒め情報でしょ。でこれを話を芸術の話に置き換えてっていう具体に書いてくる、演技して。はい、ということでですね、この辺りはもう全部坊泉さんのファミリーでしょうね。たださ、ちょっと短絡的に考えないでほしいのはね、さっきから具体例はそのものは本命情報じゃないでしょってことを随分口酸っぱく言ってるけれども、こういうことは絶対やんないでよ。あ、ここ具体例な、もうじゃあこう読まなくていい、どうせこっちがあるんだから。これはね、かなり危険運転になるよ。なぜかって言ったらさ、何のために具体例使ってんのこの筆者。分かりやすくするためだよ。つまりね、簡単に言ったら、せっかく筆者が分かりやすくするために加えてくれた具体例を自分から引き出ししちゃうと、難しい部分だけが残っちゃうことになるんだよ。これはね、賢くないと思うよ。とにかくこのイコール関係だよね。ここがもう命ですから、これないと演劇とか機能って要は言えなくなっちゃうんで、これ確認できたら、じゃあこの本命情報とイコールのことをどういう言い方で示してるんだろう、これはちゃんと確認して理解の手助けにしなきゃ。絶対こっちの方が分かりやすいに決まってんだから、具体例の方。これをさ、自分から取っ払っちゃうというのはちょっと愚かだと思うよ。やっぱり自分で自分の首絞めてるようなもんじゃない。問題はまた元の難しいレベルに戻しちゃってるようなもんということです。あとは選択肢問題の場合、まあ、今記述問題だけど、この具体例の部分をそのまま再現してくる可能性もやっぱりあるんで、そこはやっぱり気は抜けないよねってことは言えるよね。今記述問題だけどね。さあ次です。で A の私のことなんか必要としてないんだ、世界が、うん、2回取れたよね。あ、これもだから伏線ってことか、ごめん。で B もね、同じで2回やってる伏線情報でしょ。だからこれは同一段落なんだね。こんな感じだ。あとこういう言い方できない？なんで私のことを必要としてないの、世界は。だって私とは無縁のものなんだもん。B だから A という意味だ。それからなんで隔たってる世界は私と隔たってるの。だって私と無縁のものなんだもん。だったら隔たってるって言えるでしょうよ。B だから C だよね。因果関係だよ。論理だよ。あるいはこう言ってもいいよね。BC だから A なんだよ。私のことなんか必要としてないよ。世界っていうのは BC のようなものだから A なんだよ。まあいろいろ組み合わせでは言えるよ。
論理、論理性は論理的な回答、つまりこれ綺麗な回答なんだよ、受験の世界ではってことです。 OK、 じゃあ最後にですね、問い6ですね。本文から伺える筆者のあり方に合致するものの一つなんだけど、何選ぶ？何選んだ？歯。そうです。歯が正解です。で、ちょっと意識して、これ歯って複製にかかってません？この理屈は。何段落の内容これ。五六七段落。特に七段落。さっき言ったように5、6、7段落の筆頭の5段落が布石になってたよ。つまり伏線にかかってるんだよ、理屈が。正解なんだよ。ということです。伏線だね、また今週もね。だからそこをいかに敏感に、まあさ、見抜くとまで上等なことを言わないよ、まだ。感じられるかだね。それはでもやっぱりちょっとした言葉の端々だよね、言い回しとか。そこで、うん、あれなんかさっきなんかこんなようなこと触れてたようなって、もうその部分で構わないよ、まずは。でこういうのをちゃんと慣れてくれば、もう理屈自体で、あそこのさっきのあそこの理屈だよ、これは表現は違うけど、そこまで行くよ、多分。行けばもう万々歳だよ。突然現代も重なっちゃう、本当に。そこまで言えば。言ってください。別にいけますよ。魔法でも何でもないの。どれだけ言葉に意識的になってるかって、それだけなの。予備知識すらいらないんじゃない？だって同じ表現とかって多分もう二度と出てこないだろうしさ。だからなんか暗記するっていう性質のもんでもないよね。質問あります。じゃあね、あれこれなんとか。あ、もう過ぎてるか。あれ？すいません、本田先生いらっしゃいますか。はいはい、はい、あれもうこれ時間超過してます。いや大丈夫ですよ。あ、あれ何時までした。いいんですか。どうぞ。そうですか。はい、あのね、じゃあちょっと最後にね、どうしてもちょっと言っておきたいことがあって、あ、ようやくは次回やってきてください。やっぱりね、自分なりに伏線を一応見抜けてるし、今日してる2種類も伏線取れてるよ。問い3で取ったし、車窓からの悲しみ関係とかで、今やったのも2種類でね、もう一つ禁断批判です。これちょっとまだ難しいかな。あのプリント持ってきてる、あなた持ってないよね。今あげます。評論文は近代批判ですよ。現在書かれている評論文は。だからこの今日の課題文も一種の近代批判やってます。筆者が。そこが主眼になってる。どこが近代批判か、まずちょっと言うね。35行目、35、36、やっぱり伏線なんだよこれ。世界は私とは無縁に、私の存在など少しも必要とせずってところ。でこれは伏線だったから同じことが繰り返されてました。63行目、世界が私とは何の関わりもなく単に存在する、ラギオの世界ってやつだ。こういうものに接すると悲しくなっちゃうのね、この人ね。これ近代的なちょっとイメージの仕方なんです。今のプリントで言うと、長く言う。これちょっとこういうものの言い方ってちょっと発想的には近代的だよ。世
世界は私とは無縁だ、つまり断絶っていう理屈なんだよ。世界と私はもう切り離されちゃってる、交流がないんだよ。物事のこう対立関係とか、あるいは断絶してる者同士とか、つながってない者同士とかって、とにかく断ち切っちゃってね、イメージしたり把握する思考法なんて言ったら、独言える二元論です。これは二元論は前から言ってるようにもう典型的な近代的なものを考え方、近代が非常に好んだものの考え方だね。こういうさ、世界と私が分断されちゃってるような状態に対して、今日の筆者は肯定的否定的どっち？そういうものをね、はっきりと悟らせて、そういう、でもこれが辛いけど真実なんだろうね、筆者に言わせたら真理なんだろうね。これを我々にはっきりと分からせてくれるツールの一つが芸術なんだよ。そういうことです。あとね、ここもそう、44-1、新たに目の前に広がる光景にどこか馴染んでいくことができない。どういうこと？なんか距離感感じちゃう、違和感感じちゃってるのね。自分を包み込み始めた景色がどうしても異境のように思われてならないのだ、簡単に言ったら世界、自分を取り囲んでいる世界と自分がどうもフィットしないっていう違和感に悩んじゃってるんですよ。そういうことだよね。ちょっとこれ関係でちょっと一通りまた書きます。ちょっと大事な語彙を今日は強化してもらいたいんでいっぱい書きます。覚えてください。使いこなせるようになってください。でその前にここちょっと見て、59-60、物質があるということ、世界が存在するということそのものだ。これはレヴィナスが言う裸行の世界ってやつなの。裸行ってこういうものなの。物質が単にそこに存在してるっていうだけ、それが裸行の世界なんです。今日の主役のこれ聞いちゃっていいのかな。迷惑さ、物質って英語で何ていうか知ってます？物、物質、物体、あれ、見えますよ。いいです。それも含めてちょっと大事なんでね、やります。これちょっとごめん、挿入しておいて、ここのね、客体か対象かは、客観かとも言いますね。で、観察のことです。で、大事なことはね、この客体か対象か客観かっていうのがね、観察のこと、観察のは科学でしょ。科学、近代科学はもう絶対これ観察して分析しないといけないんだよ。つまりこれがね、近代の認識法なんです。近代が自明視あるいは偏重してきた物事を正しく認識するための方法とされてきた、なんていうのかな、手法というか態度なんだよ。これをちょっと押さえておいてほしい。そうすると近代批判やってんだから、評論文はこういうような理屈、これはね、プラス評価されにくいんですよ、今の評論文の世界では。まあ、現代文では今一応大体現在の評論文の書き手たちの文章を好んで採用するからね、こういう話で、あ、これ近代だな、あ、じゃあこれこの後相対化されちゃうんじゃないの、批判されちゃうんじゃないの、慣れてくるとちょっと予想はつくよな。もうちょっといい、消していい。で、今から何かあった、じゃあこの物事を対象化する、客体化する、客観化するっていう近代的な認識の物事の認識の仕方と反対の物事の認識の仕方を紹介します。そうなんだよ、もうなんとなく分かってきた。そう、近代批判やってる筆者たちは今から書くようなこういう、なんていうのかな、態度っていうものを再評価したがる。
です。で、このワードもちょっと覚えてほしいの。対義語として覚えてほしいね。この客体か対象かとは。コスモロジーって言葉をね、今日最後にちょっと覚えてほしいんだな。一応ね、古代の人たちに顕著だったんだよと、まあ、されている、まあ、感覚なんですけどね。他者との一体感ってですよ。他者っていうのは、まあ、さっき言った客観性か環境との一体感ってやつ。これわかる？逃げるのじゃないよね。一体感だから。少なくともなんか対象か客体かなんていう、ああいう科学的な認識は成り立ってない状態なんだよ。まあ、非常に原始的といえば原始的です、はっきり言って。それを今の最先端の評論書いてる人たちが肯定しちゃうの、うん、まあ肯定する人多いです。つまり再評価ってやつ。こういう古代の人たちのこういうものの感じ方って、そんな、なんていうの、無限に、何の価値もないって否定したるほどのものだったのかな。いや、案外俺たち学ぶところあるんじゃないの、こういう原始的なものの見方から。でもこういう方向でね、筆者たち来ること多いんだよ。だから今日は世界の真相は二元論なんだよね、残念ながら。でもこの人悲しくなっちゃってたね。やっぱりマイナス感情になっちゃってたね。こういう言葉は出てきてなかったけども、他の筆者が逃がせれば、やっぱりこういうものを再評価という方向に行く筆者いっぱいいますから、覚えておくといいんじゃない。例えばね、こんな感じ。近代以降の近現代人に言わせるとね、例えばだよ、あ、今日は月がいつもより若いな。すると近代の人だったら、あ、それを多分ね、科学的な知見を利用して説明するんだよ。なぜ赤いのか、今日は。大気の、密度と、やっぱりそのあれじゃないの、太陽光の差してる角度との、関係から、まあ、屈折率とかもあるだろうし、それで見える色が変わってきちゃってるんだと、いつもより赤くなっちゃってる。例えば昔の人、こんなことになりかねないような感じね。あれ、今日は月はいつもより若いの、不吉だって感じ。何かよからぬことが起きるんじゃないか。つまりさ、簡単に言ったら、月に変化が起きたら我が身にも何か変化が起きるんじゃないかって発想よ。これわかる？意識の上でくっついちゃってんだよ、月と自分が。こんなのあれだよね、近代人が横で聞いたらせせら笑うよね。バカかお前はって感じだよ。月に変化があったかって何度もそんな何か起きなきゃいけないんだけど、迷信だよ、迷信とか、そういうふうになっちゃうんだよ。まあ、良くも悪くも我々はやっぱりそうやって物事を客体化するっていうのが自明視されている世界、時代に生まれ育って生きていますから、で実際にそれによって科学っていうのは本当に進歩してきたわけだし、恩恵はいっぱいこうもらってるわけだよね。それを否定せなくてことはできませんよ。ただやっぱりそれ一辺倒になると、やっぱりいろいろ行き過ぎの面も出てくるんじゃないの。だからやっぱり昔科学の世界はそういう、ね、昔ながらの考え方をバカバカしいみたいに否定してきたけれども、果たしてそんなに 100% 否定するだけのくだらないものだったのかな。やっぱりこういう原始的な世界観というのは案外環境とか自然を大事にする態度とか、
そういうものを養うことにも寄与してきたんじゃないの。ここは神社の森だから、神聖な森だから、ゴミなんか捨てちゃいけませんっていうのはやっぱり二元論じゃないよ。これはこういう発想っていうのはここら辺でね、こういう形でついてくるっていうのはちょっと覚えておいていいと思いますね。ってことで。